どんどの人にとって、特にデジタル時代の今、サイン、署名は単に実用上のツールで、レジでクレジットカードをスワイプした後や契約に同意した時に必要なだけのものだ。けれど、ロイヤルファミリーにとって、サインをすることは、歴史ある芳名帳、ゲストブックに記念として残すにせよ、お礼状にパーソナルなタッチを添えるにせよ、仕事の一部になっている。写真、ファンが捉えた、見たことのないロイヤルファミリーの瞬間では、ロイヤルファミリーのメンバーはどんなサインを長年一貫して続けてきたのだろう。エリザベス女王のクラシックなサインからキャサリン妃の曲線的な筆記体まで、ウィンザー家のサインをまとめてみた。